して本日活躍してもらいます BSJ のライブでスタートです。皆さん準備よろしいでしょうか。ではお願いします。それでは聴いてください。マジックパウダー。
ありがとうございました。改めてご紹介します。 BSJ の皆さんです。よろしくお願いします。いつもの行かせていただきます。はい、最初から行くの私たちから行こうか。じゃあ、はい、はい、行きます。私たち勝手に応援して、みんなを笑顔に、いいよ BSJ です。よろしくお願いします。今ミストースポ2016候補生ファイナリストとして一生懸命頑張っていますので、皆さん応援よろしくお願いします。それでは制度の後に続いて一緒に頑張れって言ってください。いきますよ、せーの、頑張れ。ありがとうございます。はい、ミスケのこちらの少女、赤井田担当、赤井です。私は韓国語をですね、今自分で勉強していますので、語学の勉強頑張ってる人応援しています。5万7183人となっています。はい、
私たちは普段どんなことに気をつければいいか教えてくれませんか。はい、交通死亡者の中でも歩行中の事故が非常に多くて、実はその中でも高齢者の事故が6割を占めているんです。なので1、高齢者の方がご家族にお見えの方は、大切なおじいちゃんおばあちゃんが交通事故に遭わないよう、外出時に交通事故に気をつけるよう必ず声をかけてください。はい。そして2、暗くなってから外出するときは反射板などをつけてください、はい、そして3、そして信号は必ずルールを守って手を挙げて横断歩道を渡りましょう、うん、愛知県ではこれをハンドアップ運動として推進しています。ハンドアップ、はい、はい、4、ドライバーの方は一旦停止や左右の確認など思いやりのある運転を行ってください。わかりました。どれも本当に大切なことです。大切ですね、はい、ご家族、大切なお友達が事故に遭わないよう、そして起こさないように皆さんも気をつけてください。思いやりを持っていけばいいと思います。さあ、そして先ほど空き巣の被害という話出ましたけども、これはどういったことなんですか。はい、実はあまり知られてないのですが、愛知県は会社事務所、飲食店などを狙った事務所荒らしや、一般民家を狙った住宅対象侵入等といわれる空き巣や忍び込みなどの侵入等が平成19年から8年連続で全国ワースト1位と非常に多発しているんです。8年連続、ちょっとそれは多いですよね。ねえ、はい、その件数を減らすために私たちができることって何でしょうか。はい、被害防止の5つのポイントがあるんですけど、まず1つ目、出かけるときはわずかな時間でも必ず鍵をかけ、夜間などの在宅注文を必ず施錠してください。そして2、防犯性の高い鍵かけ、さらに補助錠をつけてください。はい、皆さんに聞かれたことあると思うんですけど、ワンドア、ツーロック、1つのドアにね2つ鍵をかけて欲しいなと思います、はい。そして3、家の周りは夜間でも明るく見通しのいい環境にしましょう、はい。そして4、防犯ガラス、警報装置等の防犯器具を活用しましょう、うん。そして5、出かけるときは近所のね皆さんに一声行ってきますと声をかけて出ていただいたらと思います。わかりました。どれもそんなに難しいことではないですよね。自宅の防犯に心がけながら、ご近所さんと声をかけ合える環境づくりっていうのも大事ってことですかね。わかりました。そして最近よく耳にするオレオレ詐欺のことなんですけど、よく聞くオレオレ詐欺に代表される特殊詐欺は、これほど世の中の中でテレビや新聞で報道されているにもかかわらず、かなりの被害に遭われている方が見えるんです。愛知県でも平成26年に認知された特殊詐欺は688件、金額は35億7000万円以上になってるんです。35億、はい、35億も被害が見たことないよね。そしてそうなんですよ、1回1回の被害大きいっていうのも分かりますよね、はい。そしてですね、詐欺の種類も多くなってまして、有名なオレオレ詐欺をはじめ、架空請求詐欺や還付金詐欺、融資保証金詐欺などの振り込め詐欺の他にも、宝くじの当選番号情報の詐欺や名義貸し詐欺などもあり、あの手この手で犯罪を犯しているそうです。なんかお金のあるところには何でも詐欺があるっていうふうに思った方がいいかもしれませんね。あとは今年今台風が始まっていますが、マイナンバー、このマイナンバーを利用した詐欺も発生して話題になっています。これ一体どうすれば詐欺の被害に遭わなくて済むんでしょうか。はい、犯人の手口は巧妙ですので注意が必要です。ナンバーディスプレイ付き電話の設置、非通知の電話は直接拒否の設定にしたり、息子や孫から携帯電話の番号が変わったよと連絡があったら、必ず変更前の番号にかけ直すことをしてください、うん。そして還付金の手続きなどは ATM ではできません。お金を返すから ATM へ行けというのは詐欺だと皆さん覚えてください。
わかりました。もうあのいろんな詐欺の手口があるっていうのをまず知っておくこと、そしてあの家族間でこうコミュニケーションを取っておくっていうのが大事ですよね。 BSJ の皆さんもちゃんとコミュニケーション取らないと振りとか合わなくなってくるでしょ。確かに、やっぱそうですよね。大事ですよね。目配りとかしながらもうしらみしまくってやっぱそうですよね。コミュニケーション大事だと思います、はい、特にご年配の方がこの特殊詐欺に遭う割合が多いと聞いていますので、もうおじいちゃんおばあちゃんのいるご家族の方は十分気をつけてください。BSJ の皆さんもおじいちゃんおばあちゃんいるご家庭の方いますよね。はい、ね、ちゃんとここに気をつけてほしいですよ ね、 そうですよね。まさか自分のおじいちゃんおばあちゃんかっていうのはね、悲しいことですからね。さあ今日は BSJ の皆さんからいろんなことを教わりました。この安心安全な街愛知実現のために日頃から注意して生活していきましょう。ご協力お願いいたします。お願いします。さあそしてBSJ の皆さんなんですが、今日のこの愛知ポリスふれあいフェスのために何でもオリジナルの体操を作ってきてくれたんですか？そうなんです。愛知から交通事故をなくしていきたいと思い、小さなお子様からおじいちゃんおばあちゃんまで楽しくできる体操を作ってきました。おー、イエーイ。はい、それで今日はですね、私たちの妹分にもあたるチームプリプリのみんなと一緒に踊りたいと思います。プリプリおいで、プリプリちゃん、かわいい。チームプリプリ、頑張ろうね。なにこの子たち、超かわいいですね。ですよね、もう全部持ってかれちゃう気がします。天使、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 プリプリと一緒に、はい、オリジナル体操、はい、私たちも簡単にできますか？できます。皆さんもぜひあの見て真似できる振りですので、ぜひぜひね、はい、座ってる方も手だけでも動かしてもらえたら嬉しいなって思います。はい、もうなんかレクチャーとかなく、もうそのまま曲のままこう行きます。もう行っちゃう？行けそうですか？行っちゃう。あ、行っちゃう。行っちゃうそうですね。天使が言ってるじゃないか。ちょっとレクチャー、天使が言ってるんですけど、はい、ちょっとじゃあ分かんないんで教えてください。ラブ&ピースのところだけ一緒にやってもらえたらいいよね。じゃあ振りの中で、うん、ラブ&ピースっていうあの歌詞があるんですけれど、はい、その時にまずハートを作ります。ハート、はい、使ってください、はい、恥ずかしがらずに作ってくださいよ皆さん、はい、私もやってますから。そうそうそう、大丈夫です、皆さんハートを作って、はい、ラブ&ピースの時に前にピースを押し出します。そう、それが3回ぐらいありますので、ぜひ一緒に、結構でも早いんで、ラブ&ピース、ラブ&ピースっていう感じで、結構早くないですか今？そうなんです。ラブ&ピース、ラブ&ピース、ラブ&ピースっていう、これが3回ぐらいできるんですね。そうなんです、3回ほどありますので、はい、ぜひぜひそのラブ&ピース見逃さず一緒に愛を作ってください。ラブ&ピースですね。はい、そうです。え、体操ってこれだけっていいんですか？あと、これ全部レクチャーしちゃいますか？本当ですか？大丈夫大丈夫、はい、じゃあ、じゃあ最初からいく？じゃあ最初、まずですね、うん、まずですね、あの先ほども左右を見渡す、キョロキョロ、そう、右見て、左見て、前を見るんです。うん、右見て、左見て、前見ます。そう、そしたら次、手を上げて横断歩道を渡ります。おー、ちょっと、はい、ふれあいフェスタっぽいじゃないですか。いいですね。はい、そしたら次はこれかな。これは何ですかね。これは、カモン、カモンって言われますかね。これは特に、はい、特に理由はないんですけど、はい、チェケラッチョ言ってますね、これね、チェケラッチョ、チェケラッチョ。そしたら次、車を運転します。交通安全チェケラッチョ。そしたら次、交通安全チェケラッチョ。そしたら次、これかな、横に2歩ずつ歩きます。そしたら次、悲しんじゃうからパパとママ、そう、交通安全しっかりしないと悲しんじゃうよっていうことですね。うんうん、泣いて、泣かないように、あの、何、ギュッてしてあげてください。抱きしめるポーズ。抱きしめて、はい、そして、パパとママ、みんなのね、誰もが
大切に手な指摘されちゃいました。振り振りの子供たちがちょっと歌うので、はい、天使たちが歌うので大切な命を守ろう、気をつけよう、ヘイジャンプします。ここです、来ました。ラブアンピース、ラブアンピース、大切なの思いやり、もう一回、ラブアンピース、ラブアンピース、いずれ会えたらみんな笑顔、いずれ会えたらみんな笑顔ということですね。で、もう一回、ラブアンピース、ゼロですね。ゼロを作ってます。交通安全、交通事故、交通事故ゼロ、最後これで終わる感じ、ね、いろんな意味込められてるじゃないですか。いろいろ詰まってるんで、ね、そうなんです。わかりました。とにかくね、まあ、ちょっと真似できるかわかんないですけど、ぜひ一緒にラブ&ピースとかだけでもそうですね、やっていただけたら嬉しいな。わかりました。じゃあオリジナル体操ということで、皆さんも一緒にやってください。お願いします。いいですか、はい、ではお願いします。気をつけて降りてくださいね。